さっきのねサバイバル風なのをちょっと振り返ってみて、反省点と、まあ、どうしていくかをちょっと話しましょう。はい、はい、反省点からいこうじゃあ。ティーショットがまずサバイバルって意識した瞬間に緩む、なんか不満振りはできない自分がいて、なんかセカンドは多分好きっていう感覚があるから乗るは乗るんですよ。でパターは苦手意識が強いからとことん外す。あ、じゃあその苦手と得意が、あのいつも意識しないけどより意識するようになってたって感じね。なんか考えてから打つっていうよりは考えたまんま打っちゃってる。あ、なるほど。さやちゃんは、はい、反省点。サバイバルってやっぱりバーディー取りに行くっていうよりかは、うん、なるべくボギー打たないようにする、うん、で方が残れると思ってる、思ってたんですけど、やっぱあのサバイバルってなった一ホール目でセカンドをやっぱりちょっと顎が近かったのにちょっと難しい方のクラブ持っちゃったので、あ、欲張っちゃったね。欲張ってましたね。なんかパーの可能性も高くなるけど、うん、ボギー打ちやすくなっちゃったから、うん、なんか分かってはいるけどいざその出てみたらバーディー取りに行きたくなっちゃってるなって思いました。まだ出てないんだけどね。出てない。なんか練習の段階だね。つもりになってる。つもりになってる。めっちゃ入り込んでる。いやでも、まあでも、だからそんだけ入り込めてるなら今回やった意味もあるだろうし、だからそうなんだよね。欲張っちゃうんだよね。そう。見てる側からしたら、いや今の全然こうもうちょっとこうねパー狙いで行けばいいじゃんって思うんだけど、実際やっぱやってみると本当にその通りで。あのね、別にねバーディーを取りたいという感覚でもないんだけど、やっぱりこうちょっとでもいい方にいい方にっていうなんか欲がね出ちゃうのよ。だから、まあ、欲張るなってわけじゃないけど、どっちかというとそのミリちゃんみたいな、あのどっちかというとあんまりその欲があんまり出てない方が、あの、まあ、淡々とできるっていう感じはするよね。まあ、普段のそのストロークプレーからするとどっちがいいっていうよりもどっちも良さがあるんだけど、今回 の、 そのサバイバルに関してはやっぱりちょっとこうそういう欲が出るっていうよりかはもうちょっとこう自分のゴルフに冷静にこうやっていけた方が強いかなっていう気はするから、ちょっと欲張らないようにね。欲張らないようにね。うん、ストロークプレーだったらさ、その1ホールが立てダメでもこうね、最終的に18ホールやったスコアだから、あんまりその1ホールに対してこう欲ってあんまり 出てこないんだけど、やっぱりサバイバルここ行かないとみたいな気持ちがやっぱりこう欲出してきちゃうから、そこをどう克服するかなんだけど、まあ私がそれ苦手だからな。マネジメントだよね。なんかマネジメントをもうちょっと冷静にやれるようにならないといけないし、でそのコースも狭いって聞いてたから、どうなんだろうね。多分よりマネジメントが試されるだろうし、そのマネジメントもその自分の欲があるかないかで全然変わってきちゃうから、まあ、今回やれてよかったのはそういう自分のところが出てきちゃうっていうのが分かったから、そういうのを踏まえてあの練習ラウンドして本番も臨めるといいよね。今日やれてよかったよね。だからね、なんか先にあ自分の弱点これなんだって冷静に見つめられたのが良かったですね。確かに初めて出ることとかはさ分かんないもんね。分かんないからやっぱりちょっと不利だろうし、いい練習になりましたね。はい、じゃあどうします、本番に向けて改めて意気込みをちょっと。本番チャンスが来るまでひたすら待つ。でも狙えるとこも狙わなきゃいけないし、まあ結果は状況的にこう変わっていっちゃうんだけど、やることは変わっていくけど、どういう思いを持ってやるかだけ決めといた方がいいかも。あ、100万欲しいので勝ちたいです。切実に勝ちたい。大事大事。そういうの大事。
なんか視聴者側からしたらよし取ってやろうみたいな、バーディーとかガツガツ来た方が多分面白いだろうけど、多分性格的にもうパーパーパーでいいっていうタイプだから、冷静に判断して、判断してから打つっていうことを意識して、いつも通りあんまり抱え込まずいいですね。ちょっと2人に、はい、ぜひとも頑張っていただきたいですけど、私が取れなかった100万円をぜひ取ってきていただいてですねその暁には私に私をあの回転寿司にでも連れてってくれればいいなって、はい、お寿司大好き人間なんで、はい、お寿司食べたいね、みんな食べに行こうじゃという感じでした。はい、では伝統になってしまった食レポを始めます。イエーイ。どうしますか、どういう順番でいきましょうか。どういう順番でいく。山本さん、慣れてる人たちからお願いします。食レポなんかしたことないもん。慣れてる歴で言ったらやっぱ慣れちゃうんですかね。お、私は三色海鮮丼です。おー、これは何ですかね。土瓶蒸しです。土瓶蒸しですか。はい、すごい、美味しそう、めっちゃ豪華ですね。土瓶蒸しいただきます。あ、おー、おー、なんかすごいいろんな出汁の味がします。何入ってますか。なんだろう、椎茸、椎茸ですか、うん、椎茸とか、え、松茸も入ってる。お、あとビームシって松茸、松茸ですよね。はい、すごい、めっちゃ美味しい。次さっぱりしてますね。次、マグロから食べます。どうぞ。見せてね、カメラに見せてね、はい、美味しそうな。脂乗ってますね。脂乗った中トロです。多分うん、めっちゃ美味しい。やっぱ千葉だったらですかね、新鮮です。とっても美味しいです。以上です。結構面白いね、これ。面白いわ。本人は全然面白い。みりちゃんは何でしょう、それは。これは鴨つけうどんです。まずはうどんから。あんま入れすぎると無精です。ちょっとだけ。それを見てみたいけど。細いのにすごいコシがあって美味しいです。主役を。舌触りがすごい柔らかくて、口の中で香ばしい香りが香ってすごく美味しいです。ぜひ来たら食べてみてください。食レポっぽくなってる、ぽくなってる。はい、私はですね、長崎のってついてたかな、はい、長崎の皿うどんです。私はちょっと皿うどんがすごい好きでですね、このパリパリがこう編んでちょっと柔らかくなってきたぐらいがすごい好きなんですけど、ちょうど良かったですね、今ね、待ってて。いただきます。美味しい。今食べたの多分かまぼこだと思うんですけど、味も濃すぎず薄すぎず、でパリパリがねすごい、このあんとマッチして素晴らしい食感ですね。これが好きなんですよ、すごく。ちょっと私ね、お酢をかけるのが好きなんで、お酢をかけてちょっと結構にかけますね。酸っぱいのが好きで、すごい。このちょっとこう酸っぱいのを
ちょっと混ぜて。おいしい。ただただ皿うどんが好きっていうコメントしか出てこない。ちょっともうちょっとコメントしやすいのにすればよかったかな。あ、エビが。私エビも好きなんですよ。エビ。医者は入院だって認めればいい。プリプリしてる。あ、結構大きくて身がすごい引き締まって、ちょっとこう旨味が出てきますね。最高です。はい。はい、こんな感じで。このサイドで笑ってるのにさゆりさんが動じないっていう。すごいですね。